小葉神社は、兵庫県姫路市木場の海岸近くにある神社。1615年に、木場の長者であった、三木久右衛門、総久氏による創建と伝えられる。姫路市白浜町の松原八幡神社の別宮で、木場の産ぶすながみである。一帯を、小葉山と呼ばれ、三国志の石壁にちなんだ名が与えられている、継承地、小石壁の上部、木場山山頂付近に位置する。 風雨の害により大きな損傷を受け1741年に騎馬村の医者であったミキズントにより再建された。その後も幾度かの改築を経て現在に至る。祭神は重心あるが、これほど多くの神を祀る例は非常に珍しい。神社は南向き、瀬戸内海に面しており風光明媚である。神殿前には断ち切られたかのような巨大な岩が、 何枚か鎮座する。最下方には、なきり不動明王がある。東方眼下には、八カ地蔵が、東西に、ハリマ臨海工業地帯が俯瞰できる。現在の鎮座地は木場であるが、旧地名が小場であったため、神社名は小場神社である。神社へ至る参道は、桜の名所としても知られる。7月15日には、夏祭りが催され、 紙を貼った鳥居である紙鳥居が建てられるが、鳥居の紙には、夏バテ防止、無病息災などのご利益があると信じられて、破って持ち帰りお守りとして利用される。現在では紙に代わり、ビニールが用いられる。以下の八柱。ABC 小馬神社兵庫県神社長、ABC 姫路市教育委員会及び、八木地区連合自治会現地説明看板。ありがとうございます。